何？みんなが一座なの？そう、ビタリス一座だ。ビタリス一座。ジョリクール、さ、ご挨拶だ。こいつはゼルビーノ。この中で一番のいたずら者だ。こんにちは、ゼルビーノ。ゼルビーノとはイタリア語でおしゃれという意味だ。そしてドルチェ。イタリア語で優しさという意味だ。ドルチェね。最後はカピだ。カピとはイタリア語のカピターン、頭という意味。よろしくカピ。楽しいだろうな。みんなといろんな国を旅するなんて。いや、楽しいことばかりとは限らん。来る日も来る日も知らない街を歩き、知らない人とすれ違う。愛する人に出会ってもやがて別れていく。それがわしらの生活だ。ビタリスさん、私ね、捨て子だったんだって。そうか。ガキか。レミ、お前はこの男と行くんだ。覚悟するんだな。お前はもう二度とこの村には戻りに行ってはいけない。あ、お父さん。あんたには関係ないことだ。お父さん、どういうこと？ぐずぐずするな。まずは夜だ。それまでここで待ってろ。逃げようなんてことは考えるなよ。亡くなる前に仕事を見つけるさ。なんてことを。レミ、レミ、レミ、どうしたの？お母さん、お母さん。レミ、レミ。よし、行け。ちょっと話がある。邪魔だ、消えろ。あの子をどうするつもりだ？パリにでも連れて行けば高く売れる。そこで一生こき使われるってわけだ。それならわしが買おう。あの子は歌がうまい。わしの一座に加えるつもりだ。おお、なら100フランで売ろう。80フラン。ダメだ、100フラン。わかった。また、20フランしかねえぜ。それは手付けだ。残りを取ってくる。100フランか、悪くねえ。
ナ、向こうを探して。わかった。レミ、ジョリクール、ここから出るんだ。さあ早く。本当にしょうがない人だよ。それ。いや遅いな、あのじいさん。おかえり。ねえ。ルミが昨日のほら旅芸人風のおじいさんと一緒に馬車に乗ってたわ。どういう人なのかしら。あの野郎、騙しやがった。え、ビタリスさんと一緒に。そうだ、あの男と行くよりはマシなはずだ。でもお父さんはあの人と行けって。決めるのはお前だ。怒られちゃう。待っていなきゃ。くそ、どこ行きやった。あいつに逃がすんか。レミ、レミ、私のレミ。レミ、もしわしと来れば長い旅になるだろう。もう二度と母親には会えんかもしれん。それでもわしと一緒に来るんだ。どうして。お前の愛する人が不幸になるからだ。お前の母親が。嘘よ。それでもよければここに残るがいい。Thank you.
から私もヴィタリス一座の仲間としてみんなとお芝居をすることになったの。いつまでもメソメソしてなんかいられないわ。ところが稼いだお金を盗まれてしまって。次回ヴィタリス一座見てくださいね。